小宝妊活アドバイザーの山森です。今回は着床率を高めるためにというテーマでお話をしていきたいと思います。これもよくご質問いただくんですが、着床しやすくするためにどういうことをしたらいいんですか。まあ、皆さん気になりいろいろ試されている方もいらっしゃると思います。着床率を高めるためにということで、これ結構皆さんされている方ねいらっしゃると思うんですが、実はこういうことを本当はしない方がいいんですよということがあるんですね。それを今回お話をしていこうと思います。着床率を高めるためにということでやめた方がいいもの、それはズバリ使い捨て回路です。温めた方が妊娠するためにはいいんだろうなということで、この寒い季節お腹に張ったり腰足に使ったりされている方いらっしゃると思うんですが、着床しやすい状態を考えた時、着床しやすい状態体を作ろうと思った時には、この使い捨て回路というのは使わない方がやはりいいです。誤解されている方が多いと思うんですが、妊娠するために重要なことというのは温めることではなくて、自分自身でエネルギー、熱をしっかり作り出すことになってきます。使い捨て回路を使うと体が冷えない、使い捨て回路を使うと血流が良くなってというふうに確かに感じるんですが、結局その時だけの話なんです。使い捨て回路を使って自分自身でエネルギー、熱をうまく作れるようになっているのかというと、作れるようにはなっていません。逆に温め続けることで自分自身でエネルギー、熱を作ることが弱くなってしまうんです。体の中でいろんな材料を使って神経の伝達があってエネルギーを作る、熱を作り出しているわけなんですが、使い捨て回路のような温め方を続けていくと、うまくエネルギーが作れなくなってしまうんです。着床するためにはすごくエネルギーが必要になってくるんです。受精卵が成長して、子宮の中に、子宮内膜の中に最後は潜り込んでいくんですが、潜り込んで血管をつなげて妊娠を維持する、すごくエネルギーが必要になってきます。なのにエネルギーを作ることが弱くなってしまうような体の温め方というのは、妊娠するためにマイナスな要素になってしまいます。いろいろ病院で検査をしてはっきり原因がわからない、そういう方というのは卵のエネルギー不足ということが多いです。卵を作り出して排卵させて、そして受精ができて分割成長しながら着床するとこまで行く、着床した後妊娠を維持する、すごくエネルギーが必要になってくるわけです。体を温めすぎる行為というのがうまくエネルギーを作れなくなってしまっている原因になっている方いらっしゃると思います。妊活はとにかく温めたらいいというのは間違っていますので、使い捨て回路で温め続けている方というのは注意していただきたいなと思います。